前回の動画でご紹介したこちらのね、ファーストグレードの3体ですね。こちら3体とも、今から組み立てていきたいと思います。それでね、どれから組み立てようかと思うんですが、まあ、ザクはね、シャーザクを1回、前に作ってるので、まあ、ガンダムですね、こちらの、ファーストのね、ガンダムから、作っていきたいと思います。それではまずは、中を開けて、そうですね、説明書の方が、足を作って、腕を作って、あと頭あたりも作ってですね、そして全部組み合わせて完成という流れになってますので、じゃあ説明書の通り、足から作っていこうと思います。で、今回はいつもみたいにですね、しっかりとこう作っていくというよりは、ウェザリングカラーのね、ちょっと実験というかテスト用で、組み立てていきますので、そこまでね、ゲート処理あたりもこだわらずというか、まあぼちぼちでね、やっていこうと思ってます。それで今ざっとですね、足の部分だけですけれども切り出したので、こちら組み立てていきたいと思います。で、まずは、太ももからですね。太ももをグッとね、両側から合わせて、そして、この部分、こっちかな、これで、挟み込んでいくと。で、挟み込んだ状態ですね、これを挟み込んで、そしてさらにこの足のね、先の部分でもう一度挟み込むと。結構ね、合わせ目はバチッとね、目立ってしまうんですが、一瞬でね、このなかなかかっこいいね、足が完成するんですよね。パーツの数も少ないですし、非常にね、簡単で、なおかつね、可動もね、こうやってしっかりしてるんですよね。ただね、やっぱり真ん中にね、バチッと合わせ目が来てるっていうのがね、やっぱり、ここはね、しょうがないところなんですが、なかなかね、いい感じのね、足じゃないですかね。そしてもう片方も同じようにですね、本当にね、組み立てが簡単なんですよね。もうサクサク組んでいきます。あ、これゲート処理やってない、まあ、今回ね、ゲート処理もね、そんなにこう丁寧にはやってないです。もうとりあえずやってればいいというぐらいにしてます。両足完成しました。ね、やっぱり色分けはね、もちろんされてないんですけれども、作り自体はね、本当に単純かつまたね、しっかりしてるんですよね。可動もね、もう全然これだけ動いてくれれば問題ないですよね。まあね、縦の動きしかないですね。こういう動きしかなくて、こう、ね、横にね、こう足首がこう動いたりっていうことはね、もちろんないですね。まあ、この辺はしょうがないですね。続いては腕の部分です。で、腕なので先ほどの足の部分よりもちょっとね、パーツはちっちゃくなるんですが、さらにね、パーツの数もちょっと多いですね。まあまあ、それでもね、簡単であることには変わりがないので、サクッとね、作っていきたいと思います。右腕完成しました。こんな感じですね。やっぱりね、足の部分と同様にパーツはね、そんなに多くないんですけれども、デザインなんかはね、しっかりしてますね。左腕も完成しました。ということで、これでね、両方の腕完成ですね。で、あとは、頭の部分ですね。よいしょ。で、頭の部分もすごく単純な作りですね。パーツは3つだけですね。このね、3つのパーツをサクッとね、差し込むだけですね。まずメインの部分を合わせて、アンテナを差し込むと、よいしょ、これで完成です。こんな感じになりました。なかなかね、この顔のね、部分、目の部分とかもしっかり
かりしててですね、ちゃんとね、かっこいいガンダムの顔なんですよね。なかなかいいですね。でこちらに胴体とバックパックの部分を、切り出したんですけれども、やっぱりね、胴体の部分ね、パーツが大きいですよね。でこれに今まで作った足の部分と腕の部分、そして、頭の部分ですね、こちらを全部ねこう合体させていくような形ですので、それでねやっていこうと思います。それでは、まずは、頭の部分ですね、ここに固定して、で両腕よいしょ、グッド、よし。そして、足の部分はジョイントのパーツがあるんですよね。で、これかな、これをまず差し込むんですよね。差し込んで、そしてもう片方も差し込んで、でこれをこういう風にね前後で合わせて、よいしょ、ちょっと不安定ですけれども、この状態でここに、まあ、ちょっと別でやった方がいいかな、こうか、ちょっとこのね足の付け根の部分ちょっとだけね不安な感じがします。まあ全部組み上がると多分ねしっかり固定はできると思うんですけども、よし。そして最後にこれを上から挟み込むと、よいしょ、よし。あ、さっきの足の部分もしっかりねこうがっちり固定されましたね。そしてあとはバックパック、これはもう差し込むだけですね。よし、よいしょ、これでガンダムのね本体部分は、完成しました。真っ白ですけれども、なかなかねこうプロポーションとかいいんですよね、かっこいいです。でちゃんと後ろ側にはねここ穴が開いててですね、シールドをこう背中にね装備できるようになってるみたいですね。装備できるよね、うん、これを差し込んだらいいのかな。あーですね、ちゃんと後ろにあのシールドをねマウントできるようになってますね。こんな感じでガンダムできました。で、まあ、僕が使うのはねこれだけなんですけれども、まあ、せっかくなんで、武装のパーツもね、ちょっと切り出して装備させてみましょうかね。でとりあえず武装のパーツ切り出しましたので、装備させていきたいと思います。でまずは、これね、ビームサーベル、そういえば背中に刺してなかったですね。ビームサーベル刺して、こんな感じですね。これでいつものガンダムかな。でこの抜いた状態ですね、ビームサーベル抜いた状態のパーツもこんな感じでね付属してます。まあ、残念ながらねクリアパーツとかではないですけれども、こういうのもあるので、どうしようかな。まずは、シールドとビームライフルからですねやってみようかな。腕に持たせれるよ、よし。あ、意外にねカチッとしっかりしてますね。でシールドもこれでいつものガンダムになりましたね。でどうしてもね可動範囲とか狭かったりするので、こう すごいねこうアグレッシブなポーズっていうのは取れないんですけれども、どうしようかな、ちょっとね股がねあんまり開かないんですよね。やっぱりねなんかねポーズを取ることは難しいですね。膝はね曲がるんですけれども、これねなんか曲がる必要あるのかっていうぐらいねこう足が横に開かないので、膝をね曲げてもねこうねこう歩いてるポーズとか取れないんですよね。やっぱこう付け根の部分の動きがかなり制限されてるので、まあ、せめてね一歩踏み出したぐらいのポーズは取りたいんですけれども、難しいな。このくらいかな、このくらいのポーズが限界かもしれないですね。こんな感じですかね。なかなかね、なかなか難しいですけども、
ポーズを撮ってみました。で、そうですね。あとはこれをね、シールドを背中に装着もできるので、まあ、若干ねちょっとねセンターずれる感じなんですけども、こんな感じでシールドもね背中に装備できました。であとこっちにもビームサーベル持たしたりすると、これでね、全部の武装を装備したガンダムですね。こんな装備の仕方はね、劇中ではなかったと思うんですけれども、こんな感じで完成しました。もうちょっといいかな。よし、こんな感じです。で、細部のねやっぱモールドとかしっかりしてるんですよね。ガンダムのデザインもなかなかねこのスタイリッシュで、最近のガンダムのこの、ね、解釈とはちょっと違うんですけれども、あの初期のガンダムのこのね解釈の仕方ではなくて、まあ、中期って言っていいのかな、まあ、あのちょっとね、10年ぐらい前のガンダムの形っていうね、そんな雰囲気がありますよね。まあ、こうやってねアクションベースあたりに固定するとこうね膝がね、こう地面に立たせるのは無理なんですけども、こうやってねこう足をねちょっと膝曲げた感じとかにして、こうアグレッシブな、ね、感じのポーズっていうのも不可能ではないですね。こんな感じで飾るのもね、まあ、これはこれでね、ありなんじゃないかなと、ね、そんな感じでもありますよね。それでね今こちらはただね組んだだけなんで、一応ねテスト用として、作っていますので、武器はね全部外して積み入れはやっておきます。まあ、グレーかな、グレーでやってみようかな。まあ、今組んだ状態で積み入れやりますので、まあ、普段はねそのやり方を僕は取ってないんですけれども、ひょっとしたら、パーツがねこれエナメル塗料で、エナメル溶剤、ね、たっぷりのエナメル塗料なんで、ひょっとしたらパーツが割れちゃうかもしれないですね。まあ、割れたとしてもまあ、こういった部分で割れるっていうのはねこう検証としてねできますので、まあまあ最悪割れたとしてもまあ仕方ないかという感じで、組んだ状態からね墨入れをやっていきたいと思います。で、墨入れも今回は、ざっとやっていきます。もうほんとざっくりですね。なのでしっかりね墨入れできてないところも、出てくるとは思うんですが、まあまあそれもありということで、まあいつもよりは、ちょっとね言い方悪いですけど雑な感じにはなると思います。ちょっとねざっくりとした感じではありますけれども、墨入れも完了しました。でやっぱりね墨入れすると全体的にねデザインがこう締まった感じになりますね。なかなかねこのガンダムのこう細かいデザインがね際立って、なかなかね普通の状態よりも良くなったんじゃないですかね。ただねまあ本当にねざっくりした墨入れで何のね下準備もせずに、ただこう墨をダーッとね乗せてって、拭き取っただけなので、ところどころねちょっとこう線がね曖昧なところもありますけれども、まあまあちょっとね塗装のテスト用なので、まあこのくらいでいいかなという感じではあります。で本当にねちょこちょこっと墨入れやって拭き取っただけなんですけれども、やっぱりねこの全体やるとなると意外とね時間はかかってしまいますね。組み立て自体はね30分ぐらいで作ってるんですけれども、墨入れはねなんだかんだねやっぱ1時間以上かかったんじゃないかなと思います。これだけだったんですけどね、まあそんなに急がずにねやってはいたんですが、まあそんな感じですね。で、あとはこのガンダムの他にこのザクですね、シャア専用ザク、以前作りました、シャア専用ザクですね、こちらと、この
ザクの量産型のですね、ザク2、こちらも、作っていきたいんですけれども、まあ、こちらはね、ちょっと動画では、出さずにもうサクッと作っておいて、次はですね、このガンダムとあと組み立てたこちらのザク2つを使って、塗装のチェックをやっていきたいなと思います。こうやって見るとね、なかなかガンダムもね、240円のガンダムですけれども、しっかり作られてますよね。で、前ね、このシャーザクですね、こっちは塗装して作ったんですけれども、このガンダムね、ガンダムを塗装して作るっていうのは結構ね、難しいかなというところではありますね。特にね、この顔周りのね、部分とかは、本当にね、パーツがね、分かれてるっていうのはこのアンテナ部分だけなんで、なかなかね、これを塗り分けていくっていうのは、ちょっとね、厳しい感じはありますね。まあ、この辺もそうですよね。この辺も全部一つのパーツなので、ここをね、青と黄色と、まあ、赤ですね。そんな感じ。で、白もそうですね。どんな感じでこう色分けしていくっていうのは、結構ね、難しいですね。まあ、多分、こう吹き付けの、ね、塗装っていうことよりも筆塗りでやった方がね楽なのかなと、まあ、塗る場合はですけどね、そんな感じに思います。で、あとこの2つですね、これはね一度作ってるんですけども、これもねそんなに、複雑ではないんですが、このね実はガンダムよりもパーツ数は多いんですよね。なかなかね、こっちも墨入れまでやると結構僕が思ってたよりも時間はかかっちゃうかもしれないですね。まあまあこれもちょっとね、意外にねガンダム時間かかっちゃったんで、こっちもサクサクっといきたいんですが、サクサクっとはねいけないかもしれないですね。なかなかねガンプラ作るのね、作るって一言で言ってもやっぱ集中力ね結構使いますよね。なんとなくねこう特にね墨入れとかねになるとこう細かいところこうやったりとかっていうところもねあるので、その辺でねなんかね一体作るとねなんかダーッとなっちゃいますね。なんか僕はねまあ体力はねそこそこあるんですけれども、こう精神力はねなかなかね長いことねこう集中力ね続かないっていうところもあってね、まあ、マジックポイントがね多分低いんですよね。ベビーサさん並みにマジックポイント低いかもしれないですね。まあこれはちょっともうちょっと後でやるかな。ちょっと一体仕上げたんでですね、ちょっと休憩して、このザクの方ですね、こちらの制作には入っていきたいなと思います。